り酔いどレディオ。酔いどレディオ DJ 風宮まつりです。いや皆さん、ラジオ始まってまだ1回目2回目1回やったね2回目3回目とかそのぐらいでのこのラジオの投稿になると思うんですけど、突然なんですが皆さんを裏切ってしまいました。このラジオではですね、ゲストを基本的にあんま呼ばないでやっていくよみたいな感じだったんですけど、突然ですが本日ゲストをお呼びさせていただきました。もう早速入ってきていただきましょう。どうぞ。はい、皆さんどうも、性別不詳のバーチャル YouTuber 雨のせいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、せいさん、はい、来てくださってありがとうございます。あ、いえいえ、全然、突然どうしたんですか？なんでどうしたんですか？いや、ほら、ほら、もともとさ、二人で雨風動画を毎週土曜日にアップしてたけど、そうですね。10月ね、はい、なんかちょっと忙しくなるとかで、そうそうそう、はい、ちょっと10月だけね、お休みしようってなって、で、その期間、アメカゼコラボのリスナーさん、アメカゼラー、なんていうの、そんなありましたっけ、アメカゼラーが。そう。アメカゼラーがね、寂しがっちゃうといけないから、はい、私が最近なんか、こっそり始めたラジオにちょっと遊びに来るみたいになって、呼んだんですよね。はい、来ました。ただどうしよう、ラジオ。難しいね。全然、どういう感じでゲストさんと絡んだらいいかね、何にも考えてなかったから難しくて、なんかそうか、ずっとなんかあれですよ ね、このヨイドレディオは一人でやってるんですもんね。そう、一人でやってるから難しいよね。確かに、なんかね、髪切った？え、いや切ってないです。それは本当にあれですよ、何にも会話が思いつかない人の入りですよ。なんかさ、せいさん、あれシャンプー変えたんじゃん。いや、柔軟剤とか変えた？ないです。もうちょっと話題をあるでしょ多分。じゃあ、今日の朝何食べた？あるでしょきっと。わかんないけど、なんかこう、雨風でこういう動画やったねとかないですか？あ、じゃあほら、雨風で、じゃあ先日羊を数えたね。そうですね。確かに。羊数えた。あれ、どうだったせいさん。あれ、一人でも数えたでしょ、あの後。一人で数えましたね。あれは、一人のやちゃんと真面目にやってるやつと、撮ってる時どんな気持ちだった？いやあれね、一人で撮るのはちょっと怖いですよ、うん、やっぱり。え、なんかさ、何匹まで数えたか分かんなくならなかった？あれ、あ、そう、だから指折り数えて、うん、1匹2匹ってやって、うん、10匹以上は、うん、もういじゃあ1本もう1回折り直して、うん、え、でもこれが今30、うん、40どっちだみたいなの、結局雨のは、うん、その30、うん、40ぐらいまでかな、羊を40ぐらいまで数えて、うん、別パートに行くみたいなのやったんですけど、うんうんうん、40までずっと数えてるのもちょっと、うん、大変でしたね、精神的に。なるほどね。いや、私もね、うん、お酒数えたんだけど、そう、お酒を数えたが意味わかんないですけど、ね、うん、あれね、素で途中でね、何回も数えるの間違えてて素で本当に台本作ってなくて、あれ素で間違えて、はいはい、いくつまで数えたっけみたいな。まあね、無理、酔っ払いにね、数字は数えられない。そうですね、うん、そう。でもあれ実際どう、あれ反響はあった？反響ね、うん、まだ何ももらってないんですよ。みんなダメじゃん。そう、みんなね、アメラは、うん、違う、うちはアメダスって呼んでるんですけど、アメダスはね、まあ、生放送とかした時に感想くれるんですけど、うん、生放送をその後してないんですよ、うん、まだ。なるほどね。そう、出てから。でも、せいさんの羊数えるので、うん、こう、眠っちゃってて全然感想もクソもないっていうのもあるかもしれないよ。あるかもしれないですね、うん、まあね、いろいろありましたが、うんうん、じゃあ早速始めていきますか、はい、じゃあね、これ例の振りでいきたいと思います。はい、わかりました。じゃあヨイドレディオっていうのでその後いきましょう。いきます、はい、ヨイドレディオ、せーの、レッツラーゴー。風宮まつり
ヨイドレディオ。神様あのね。改めまして、ヨイドレディオ DJ 風宮まつりと特別ゲスト雨のせいです。はい、はい、こちらのコーナーではですね、うん、あの神様あのねということで、視聴者さんからのふつおたを募集しておりました、うん、はい、で今日は2人いるんで1個選んだので、うん、はい、これ1個について2人で喋ってこうと思います、うん、お大丈夫ですか最初のトークで噛み切ったぐらいしか話題が出なかったんです、はい、広がりますか。ちょっとね頑張ろう。でもね広がりそうな内容だから、かじゃあちょっとじゃあ、はい、早速せいさん読んでください、うん、お願いします。はい、わかりました、神様あのね、ラジオネーム、うん、投げっぱなし K さんからいただきました。はい、まつり様、はい、最近甥っ子が増えたのですが、はい、お小遣いは何歳からあげるべきでしょうか。おとのことです。はい、うん、なるほど、甥っ子が増えたとな。うん、おめでとうおめでとうございます。お小遣いか、お小遣いか。僕って、うん、あの、うん、もう記憶喪失でずっとこのバーチャルの空間に閉じ込められたまんま、うん、あの2年しか経ってないんですけど、うん、お小遣いって、うん、なんですか、そもそもお小遣いって、うん、あのいくらが適正だったりするんですか。あ、いくらなんだろうね。お小遣いでしょ。なんだろう、お小遣いって何のためにあるんですかね、うん、お小遣いはあれだよ、うん、お金を使いすぎないためにあるんじゃないの。金銭感覚を、金銭感覚を勉強するためにあるんじゃないかなってことなんですかね、うん、何なんだろうね、お小遣いか。そう、私だって子供ってね、うん、あのさすがにそりゃあのお家の、うん、なんだろう、お金の状況にもよると思うんですけど、うん、こう言えば買ってもらえるじゃないですか。うん、そうだね、確かに、うん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 、必要なものであれば、うんうんうん、そう、何買うんだろうね、逆にお小遣いで。そういう子たちってね、だってさ、今の子たちってさ、あの、なんか、公園とかいないじゃん、なんか。いないですね。で、公園にさ、珍しくいるなと思ったらさ、うん、あいつらスイッチしてるじゃん。そう、そうですね。でさ、スイッチでさ、じゃあ、ね、ゲーム買うってなったらさ、お小遣い1000円とか2000円じゃ足りないよね。足りないですね。どうしてんのみんな。何に使ってんだろうね、みんな。しかも最近あれらしいですね、うん、うん、スイッチはなんだろう、ほうほうほう、売れてるゲームソフトの売り上げの半分ぐらいがダウンロード版、うん、らしいんですよ。ダウンロード版、ダウンロード版って、でもダウンロード版ってそう、クレジットカードとかじゃないと買えないじゃないですか。それはもうお小遣いとかじゃないですよね。そうだよね、うん、今のお小遣いの相場ってさ、どのぐらいなんだろうね。いくらなんですかね。ググってみようかな、うん、お小遣い相場。そう、あるんですかね。ありそう。小学生かな。小学生ぐらいかね、うん、おいっ子って。小学生、お小遣い相場、子供のお小遣いの相場は、あ、でも小学校低学年500円だって。最も多くもらってるのは500円とか、低学年 で中学年だから 3,4 年生ぐらいで、だいたい平均が896円とかだから、そう、でも最も多いのは500円。高学年でも500円とかだって。で、高学年でも高いと1000円とかになるみたい。はいはい。で、中学生でお小遣いはだいたい1000円、2000円ぐらいで、高校生で5000円とかみたい。うん、そうですよね。今相場が出てきたのが小学生からだから、うんうん、大体やっぱり上げるとしたら小学生から、まあ、小学生ぐらいかな。で、小学生で500円ってことはさ、おいっ子ちゃんが小学生入る前だったらさ、うんうん、100円とか100円上げないっていう手もありますよね、うんうんうん、それまではほら、あの、うんうん、お金持っててもあんまり自分で買い物をするってね、うんうんうん、難しいと思うんで。むしろさ、お小遣いっていうシステムをさ、変えていくべきじゃない。ほうほう。なんか、うん、あのお手伝いをしたらお金をあげるっていう風に。ああ、なるほど。労働に対する対価としてお金をいただくっていう。そう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 。その方がいいんじゃないかな。確かにね。だってさ、小さいうちからさ、うん、何の努力もせずに500円得る毎月やってたらさ、ね、
急にさ、じゃあバイトできるようになりましたって言ってさ、うん、高校生とかから働き始めた時にさ、え、900円稼ぐのにこんなに大変なん？確かにそうですね。だったらさ、なんかまあらかじめ家でさ、不当労働みたいな。なんか例えば、ゴミ捨てしたら5円とか。ああ、なるほど。そう、なんか、確かに食器を洗ったら10円とか。はいはい。ご飯作ってもらったら20円とか。あ、ご飯作ってもらうのはね、さすがにあれかな。うん、なんかお風呂洗ったら30円とか。はいはいはい。っていう風にやってあげたら、いいんじゃないかな。うん。どう？確かに。まあ、ね、本当に、うん、日本の最低賃金、うん、より、だだ下がるんですけど。まあでもほら、それをすることによって、日頃さ、その家のさ、お母さんとかね、お父さんがやってることが、いかにありがたいことかっていうのが分かるじゃない？そうですね。うん。そう。なんか当たり前のようにさ、うんうん、毎日お風呂入ってるかもしんないけどさ、うん、じゃあそのお風呂誰が洗ってるのよって話じゃん。うん、確かに。そう、でそれを5円で勉強できるんだからさ。安いもんじゃない。でもこれこの制度を入れると家によっては、うん、じゃあお母さんは家事いっぱいやってるから、うん、このぐらいくださいって誰かに請求する可能性ありますよ。まあ確かにあるね。お父さんとか。あるね。でしかも超高いってね。超高い。そう。私はちゃんと勉強して献立も考えてるんだから一食800円ぐらい取るわよ。そうそうそう。で歴この歴何年のもプロだからって言って、うん、確かにこのぐらいはないといけないと思うんだよね。うん、うんうんうん、ボーナスもあるわよねとか言って、ね、確かに、うん、でもお小遣いか難しいね。せいさん、もしお小遣いいくら欲しいですか、うん、もらえるってなったら。お小遣いですか。うん、僕欲しいものはたくさんあるんで、うんうん、好きですよね。うん、好きな、どのぐらい。なんか本とかやっぱいろいろ電子買っちゃうので、うん、1万円は欲しい。リアル。1万円は欲しいです。リアルだね。1万円内訳でも本ってこと。大体本か、うんうんうん、ゲーム、まあでもゲームそんなにしないんで、うんうん、か最近は本当、うん、リアルな話になっちゃうんですけど、うん、音源編集とかしてるんで、うん、その辺のなんて言うんですかね、うん、プログラムというか、うん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 、追加コンテンツを自分のミックスに対する追加コンテンツをちょっと買いたいかったりするので、うんうんうん、そうですね、うん、その辺で使ってます ね、うん、でも リアルだね。なんか1万円ってさ、うんうん、確かにでも勉強になる金額だよね。だってさ、それこそスイッチのカセットとか買ったらさ、まず大半は失われるわけじゃん。そうですね。残りが3000円とか4000円になるわけでしょ。うん、でその3000、4000をどう使うかになるわけでしょ。で毎月大きい買い物は2個はできなくなるわけじゃん。うん、むずくない？難しいですよね。確かに。子供はまだ、ね、なんだかんだでお金使わないこと多いじゃないですか。うん、それこそゲームだったりとか。うんうんうん、まあね、そうだよ ね。使うとしたら、うん、まあ、本とか、同じ漫画買ったりとかだと思うんですけど、うんうん、あと何だろう、大人のお小遣いって、うん、なんかあるらしいじゃないですか、大人のお小遣いの制度。ああ結婚して旦那さんが月にいくら渡されて、それをやりくりしてお昼ご飯食べたりとか、うん、あとは、うん、会社の飲み会とか行ったりとか。大変だね。それはそれって大変ですよね。うん、めちゃめちゃ大変だった。もう正直1万じゃきついと思う。きついですよね。多分3万ぐらいいるんじゃない。3万だと多いのかな。2万5000円とかかな。3万ぐらいいいのかね、うん、でもさ、うん、それこそでも3万でじゃあやりくりしてくださいってなったら考えるよね。内訳いろいろまた考えますね。もう勉強することのキリがないね。そうです、はい、使わなくなるかもしれないですよね、うん、もうなんか確かにいちいちこれつけるのが、そう、つけるのめんどくさいからもういいってなって、うん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 、確かにな。
いや難しい、何歳からあげるべきか難しいね。そうこれでもそうですね、うん、あのやっぱり小学生でいいんじゃないかなと思いますよ、うん、そうだね、小学校1年生からお小遣いあげて、うん、まあ、金額はまあ500円ぐらいでやりくりするか、ね、毎月500円で、まあ、その労働の対価としていくらかあげるかそうですね、そうどっちかだと思います、はい、がいいかなと思います。はい、はい、ということで、投げっぱなし K さん、お便りありがとうございました。ありがとうございました。引き続き皆さんからのお便りをお待ちしています。お待ちしています。風宮まつり酔いどレディオ、続いてはこちらのコーナーをお届けします。神様無茶ぶり。はい、こちらのコーナーではですね、はい、うん、リスナーさんから無茶ぶりされたセリフやシチュエーションにチャレンジしていくというものです。はい、はい、無茶ぶりは苦手ですよ、ね、苦手。これね、今回ね初めてのコーナーなんだ。あ、へー、そうなんですね。そうだから、うん、もう盛り上がっていきましょう。わかりました。はい。はい。じゃあ、うん、早速いきますか。はい。無茶ぶり1個目。じゃあ私読むね。うん、はい。ラジオネーム、みゆるさん。好きな人にガチ告白するときのセリフ。おー。だって。せいさん、好きな人はいますか？いないです。あ、いっぱいいます、いっぱい。あ、いっぱいいる。もう、雨のみんなが好き、うん、みんなが好きです。ほんと、アメラーのみんなが好きか。アメダスです。私も、カゼラーのみんなが好き。カゼラーがね。農民ではなく、カゼラーとアメラーが。そうそう、私もアメラーとカゼラーの両方が好きです。はい。好きな人にガチ告白か。ガチ告白って、なんかさ、どこまで結婚してくださいってこと？いや、付き合ってくださいとかじゃないですか。あ、付き合ってくださいか。なるほど。でもな、ちょっと直接言うのは難しい。告白か。うん。告白。告白。一般の人間の皆さんはよくされてるんですかね、うん、なんかよく見かけるのはさ、うん、あの、ずっと前から好きでした、付き合ってくださいってやつでしょ。よく聞いたことある。ドラマとかでも聞いたことあります。そう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 。うん、あと、一生君を離さないんだから、みたいな。やつだよね。そうですね。難しいね。難しい。ガチ告白か。だってそれを風宮まつりと雨のせいでやるってことでしょ？うんうん。あ、でもさ、じゃあせっかく二人いるからさ、うん、あの、告白する側と告白される側、でやってみる？あ、いいですね。ね、じゃあどうしよう、思いついた？思いつかない。どうしようかな、ちょっと考えよう、どうしようかな。じゃあ、ガチ告白。ガチ告白。とりあえずでもガチ告白か。うんうん。まずいね。どうだろうな。まあでも私は付き合うんだったらこのぐらいしてほしいから。覚悟を持ってもらうためにこういう告白の仕方をするかな。え、怖くないですか、うん、何ですかそれ。じゃあ私行きます。はい。じゃあせいさんって言ってやるね。はいはい、了解です。行きます。はい。せいさん、どうしました？今いくら持ってる？2万円ぐらいですかね。口座って持ってるよね？口座はありますね。あの、私すごくお酒とか飲むのすごく好きで、はい、毎日お酒のお金とかおつまみのお金とか、うんうん、なんかいっぱいお金がかかっちゃうかもしれないけど、うん、あの、こんな私を癒しなってください。ごめんなさい。うごめんなさい。よ、はい、ダメでしょ。ダメかな。ダメでしょ。ダメかな。もうちょっとじゃあロマンチックな感じがいいのかな。ロマンチックな感じがいいですね。今のだって、うんうん、あの入り口がもうまさにカツアゲに近かったですからね。今いくら持ってるって。もうちょっと2万円ぐらいです。口座あるよねからはもうほんと詐欺の香りしかしなかったですね。あ、そう、うん、そうか。え、じゃあちょっとじゃあセンサーやってみてよ。え、ちょっと待ってくださいね。じゃあ、
わかりました。はいはい、どうぞ。いきますね。はい、まつりさん。はい、あのすごく言いづらいんですけど、うん、あのずっと前から、うん、松井さんのその、うん、たくさんお酒を飲んで、うん、あの吐くまで放送やるっていうやつを見てから、うん、はい、あの松井さんのことがずっと好きでした。はい、あ、ごめんなさい。あ、ダメか。いや、だって吐く、うん、吐くとこが好きってことでしょ。私、あ、ちょっと曲解ですね。じゃないもん。それしか見てないですからね。うん、あ、それしか。それしか見てない。それしか見てない。うん、それ以外のはあんま記憶にないんで。うん、ダメじゃん。ダメじゃん。ダメじゃん。ちょっと待って、ガチ告白って難しいね。まあでも、ガチで告白って、うん、やる機会ないしな。やる機会ないですね。ね。なんか飲み行こうよぐらいだよね。それも結構、うん、あのなんて言うんでしょう、心の準備いりますよね。確かに、の、うん、の、の、飲み行こうよ。そうの、ってなっちゃいますからね。の、飲んべじゃないよねとか、話そらしちゃう。いや、わかるわかる。まあでもね、難しいね。ちょっとこれは我々にはちょっと難しい、うん、難易度高かったですね。うん、多分ね、皆さんが欲しがってた、うん、カゼラーが欲しかったのこれじゃないと思うんですよね。もうちょっとなんか、ね、うん、キュンとくるやつが多分欲しかったと思うんですけど、うん、じゃあちょっとお魚が泳いでるバー行こうよ。あー、はい、ロマンチック。ロマンチックでしょ。、うん、はい、じゃあ、はい、次行こうかな。うんうん、じゃあお願いします。はい、ラジオネームそこらへんのミヤさんからいただきました。はい、自分が言った言葉に無責任な彼氏に向かって、うん、姉が放った言葉を、うん、まつりさんのアレンジを加えて言ってほしいです。うん、うん、めちゃくちゃ気に入ってる言葉です。うん、言葉に出したんなら責任持ってやれよ、うん、できないなら初めから言うなよ。うん、おう、なるほど。これね、どんなシチュエーションなんですか。ちょっとね、難しいね。難しいですよね。でもね、これ私ね、うん、結構思いつく、すぐ。おお。いくよ。いいですよ、どうぞ。言葉に出したんなら、カッカ、責任持ってやれよ、カッカッカッカ。できないなら、カッカ、初めから、あ、言うなよ、カッカッ。どう？今あの僕すごい言われてる気持ちになったとして受け止めてたんですけど、うん、やっぱあのカッカが気になって全然入ってこないですね。あ、本当。あ、でも、うん、やっぱ私のアレンジって言ったらこうなるかなと思って。あ、なるほど。若干歌舞伎風。え。うん、あ、そっか。え、せいさんは、せいさん、せいさん、あ、僕ですか。うん、僕、あ、でも似たような言葉を僕、うん、なんて言うんでしょう、担当さんがいるんですけど、あの、うん、その担当さんに言ったことあるんで、うん、そのぐらいのトーンでちょっと言いますね。うん、お、じゃあガチトーンでお願いします。どうぞ。あの、言ったならやってもらえますか。で、やれないなら言わないでください。確かに、ママですママです、ママママ。このまま、あの、まんま、いや、言ったならそうやってくださいよ。うん、そう、うん、で、やれないなら言わないでください。うんうんうん。まあ、そりゃそうだ。うん、そんなにイライラじゃないですよ。ちょっとね、うんうん、あの、笑いながら、うん、だからみたいな。そっちの方が怖いわ。ちょっと話の中で、あの、いや、うん、こうなっちゃったんだよねとかって言って、うんうんうん、なって、いや、だからみたいな、うん、あの、ノリです。ノリです。全然怖くないです。怖い、ね、全然怖くないです。怖い怖い怖い。いや、もうまだね、私ね、実はせいさんが怒ってるとこ見たことないんだけど、うん、怒らせたら怖そうだろうなとはいつも思ってる。僕はそうですね、あの、基本は全然怒んなくて、この前、うん、生放送で怒るっていうのをやったんですよ。うん、はい、見てる視聴者さんから、うんうん、あの、激おこエピソードっていうのもらって、うん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 、それを代わりに怒るっていうのをやってみたんですけど、うんうん、
どこで切れていいのか分かんなくて、うん、ああそっか大変だねって言っちゃった平和平和でもそこで同じように放送してる時に、うん、担当さんが変な、うん、このなんだろう返しを入れてきたところでブチ切れたっていうのはありますよ、うん、なるほどねなんで最初、うん、なんで人の話最後まで聞かないんですかって怖いわちょっと気をつけよう私も大丈夫、はい、ということで、はい、大丈夫ですねじゃあ大丈夫ですか、うん、皆さんミュールさん良かったですか今日のでなんかすいませんバタバタしちゃったけど、うん、はいじゃあ以上神様無茶ぶりのコーナーでした、はい、お送りしてまいりました、うん、風宮まつりの酔いどレディオ今回の放送もあっという間にエンディングの時間となってしまいました番組ではリスナーさんからの投稿を随時応募フォームより募集しております。神様あのねでは番組へのふつおたを。神様語ってでは私、風宮まつりに語ってほしいことを。神様無茶ぶりでは神様へのセリフやシチュエーションの無茶ぶりを募集しております。はい、番組概要欄やツイッターに応募フォームを貼っているのでたくさんの投稿をお待ちしております。はい。せいさん、うん、お口など何かございますか？はい、まずはですね、そうだ、うん、僕たちの二人でやってる雨風コラボ、うんはい、雨にも負けず風にも負けず、10月はちょっと、うん、お休みなんですけど、11月から、はい、できるだけ土曜日の深夜2時に、はい、はい、動画アップしようと思ってますので、そちらはぜひご覧ください。はい、よろしくお願いします。はい、あとですね、10月、多分もう9日に出てると思うんですけど、隣町本舗さんっていう、うん、VTuber の楽曲を作る人がいまして、その人とコラボしてなんとオリジナル曲が出ます、うんうん、おー、もしかすると出てますめでてはい。なので、おそらく MV が雨の星のチャンネルの方にあると思いますので、うん、皆さんぜひ聞きに来てください、うんうんうん、よろしくお願いします、はい、お願いします。あとはですねちょっと冒頭で話をした、うん、羊を数える的なボイス、はいが、僕実は毎月シチュエーションボイスっていうのを販売しておりまして、うん、はい、これがだいたい毎月中旬ぐらいに、うん、ドワンゴ JP ストーさんの方で販売しますので、うん、はい、10月は多分ヤンデレが出てますね。ヤンデレ、ヤンデレ雨のが出てます。毎回シチュエーションの違う、うん、はい、ボイスが出てきて、うん、いろんな雨の性の一面が見ることができる、うん、すごい、すごいね、うん、面白い。ヤンデレすごいですよ。ヤンデレすごい。だってヤンデレ要素ないじゃん。そう。なんか、パソコン開いてる。あれ？僕の動画見てないよねみたいな。いや怖っ。怖っ。めんどくせえ、ね。誰の動画なの？で、めちゃくちゃ静かに詰めて、うん、すごい狂うように物を壊すみたいな。うん、怖い怖い怖い。なんで僕の動画見るって言ったじゃん、うん、他の推し作らないって言ったじゃん、うん、パンパリン、うん、みたいなやつ。になる予定です、うん、怖いねまあでもね皆さんいっぱい聞いてください。ヤンデレボイス、はい、私もちょっと気になってきたいいね、はい、毎月出てるんだよね。そういう毎月そういろんなのが出てます、うん、8月は海の家で働く雨のせいとかもあったりしたんで、うんうん、労働してる、はい、うんうん、ぜひぜひ皆さん雨のせいさんの方をたくさんチェックよろしくお願いします、はい、お願いします。はい、ということで本日のヨードレディオ特別ゲストに雨のせいさんを迎えお送りいたしました、はい、テイク3です。せいさんエンディングです。言わなくていいです。35秒しかないです。はい、今日どうでしたか？今日は本当にすごく楽しかったです。私も楽しかったです、うん、よかった雨風動画次はいつですか、うん、次は多分ね11月になると思います。はい、皆さんぜひ見てみてください、はい、ということで次回もぜひ聞いてください。ヨードレディオ、ここまでのお相手は DJ 風宮まつりと雨のせいでした。時間余っちゃったよ